国立健康栄養研究所地図国立健康栄養研究所は健康と栄養に関する調査研究を行っている日本の研究機関である。前身は1915年に再起のりによって設立された施設の栄養学研究機関である栄養研究所である。1920年9月17日に完成交付され世界初の国の栄養研究所となった。 変遷を経て2001年より独立行政法人となったが2015年に医薬基盤研究所と統合し医薬基盤、健康、栄養研究所の参加機関となった。健康日本21などの国の政策推進に資するため国民健康、栄養調査のデータを活用した研究と情報発信及び食事摂取基準や 身体活動ガイドラインなどの国のガイドライン策定、風協力センターとしての国際貢献、健康食品の安全性、有効性情報のウェブサイト、ハグネットの公開等を行っている。陸軍軍医学校標本館。戦後国立栄養研究所の管理棟となった。陸軍軍医学校衛生学教室。戦後国立栄養研究所の研究棟となった。ありがとうございます。